未経験エンジニア転職についてどう思いますか。ワークライフバランスは叶うかもですが年収がどっと下がります。未経験エンジニア転職はちょっとタイミング遅いかなっていう気はしちゃいますね。プログラミングスクールとかってボッコボコできてる状態だったりするんで、スクールができちゃってる業界ってもうこれからどんどん未経験の方が入っていくっていう人材が多いところなんで、正直買い叩かれちゃうかなという、それがあの年収どっと下がりますって書いてあるんですけど、はい、ワークライフバランスも叶わないと思いますよっていう。あ、なるほど。自由に働けますっていうか広告出てるけど、うん、今から始めるとちょっとワンテンポ遅くなっちゃうっていうのもありますね。そうなんですよね。学校できて広告ぶちかましてるってもう後半も後半になっちゃってるので、そうか、エンジニアで今稼いでる人ってそういう学校とかができる前に参入した人なんで、うん、その人たちと同じようなライフスタイルが実現できてるかって言ったら難しいかなという気しますね。確かにこの方未経験ってことは結構キャリアチェンジをしたいんだと思うんですよ。ここにキャリアチェンジしたらいいんじゃないかっていうのって何かあったりしますか。SaaS 業界で営業マンをやるのはいい手だなと思いますね。 SaaS、はいはい、の業界ってインサイドセールスとかフィールドセールスとか、うん、カスタマーサクセスみたいなちょっと分業制が今進んでるんで、はいはい、営業マンとして一丁前に全部できなくても自分の適性に合ったものを選べたりするんで、はいはい、今入るにはいいかなって思います。だから営業職のキャリアを歩んできた人は結構 SaaS 業界おすすめですし、一方でエンジニアを目指す方って結構ウェブに精通されてる方だったりすると思うんで、はい、そうなるとウェブマーケティングみたいな方に行く方が寿命は長いかなっていう気はしますね。なるほど。